共和国議会議事堂1979年、ポルトガル議会選挙は、ポルトガル共和国の立法府である共和国議会を構成する議員を選出するため、1979年12月2日に行われた選挙である。ポルトガル第三共和制の下で行われる2回目の選挙で、エアネス大統領が、 政局の混乱を打開するため、議会解散を決断して行われた選挙である。選挙の結果、PS が議席を大幅に減らし、代わって、中道保守の政党連合である AD が過半数を制した。この選挙の結果を受けて、PSD のサカルネーロ党首が首相に任命され、1974年のカーネーション革命以降初めて、中道保守政権が発足することになった。 国立国会図書館政治議会科研法室、庭野和,和弘、諸外国の会員の選挙制度資料マイナス、国立国会図書館、ポルトガルの地方自治自治体国際化協会。4から5ページ各政党の得票率は、有効得票と、白票、無効票を合計したものを100として計算したもので、ある。社会民主党と、民主社会中道。 人民君主党による中道保守の政党連合、ポルトガル共産党と人民民主運動による政党連合、極左政党による政党連合、ありがとうございます。